Welcome back. Now then. Okay, I'll skip ahead to when I actually get to it. I did not mean to click on that. Seriously. 準備できてるよ。続けていこう。 みんなよく頑張ったね。 Okay. It's gonna take a while, so I'll cut out to when I find them. There he is. I think that's 30 of them. 来たのね。待って。実はあなたにお願いしたいことがあるの。あ、いえ、お願いではないわね。これはあなたの運命なのだから。依頼は事務所の方に通しておいたわ。確認してちょうだい。それじゃあよろしくね。そろそろ来てくれる頃だと思っていたわ。この人誰？この子は電脳空間の波間を泳ぐデジタルの奴隷にして女探偵の忠実なるしもべ、そしてあなたを助けてくれる、そうね、言うなれば運命、奴隷にしてしもべが私の運命の人。紹介するわ。この子はサヨ。あなたや私がいるこの世界とは違う世界、パラレルワールドから来た。実はね、サヨの相棒のディアナモンが突如として姿を。それでデジラボのミレイさんに相談したら、元いた世界からこっちの世界に連れてこられたってわけ。でもミレイさん、私はディアナモンを取り戻したいだけ。どうしてこんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が私の運…そんなの納得できないよ。何がどうなって…リアナモンを取り戻すには七大魔王のデジモンを全て倒す必要がある。え、七大魔王だったら私が全部倒したよ。それはあなたのいた世界の七大魔王でしょ。悪魔系デジモンの頂点に立つ7体の魔王型デジモン、7大魔。彼らはその力の強大さゆえに全ての平行世界に存在している。それは一種の封印のようなもので、各世界に存在することで彼らの力は分散して、誰が仕組んだわけでもない宇宙の摂理として自然発生したシステムさよ。あなたたちがあなたの世界の七大魔王を倒したことで、この世界の七大魔王は力を増した。その罰としてあなたのディアナモンが消されてしまった。そんな私そんなつもりで。ええでしょうね。でもこれは起きてしまったことよ。この世界の七大魔王を倒さない限り、あなたのディアナモンは帰ってこない。ディアナモンがいないあなたは七大魔王に太刀打ちできない。だからあなたが七大魔王を討伐するの、理不尽な罰を受けたディアナモンを。でも私にだってテーマとしてのプライドがある。そうね、あなたは向こうの世界ではコロシアムで優勝した最も優秀な、けれど今のあなたは無力な存在。相棒とプライド、どちらがこんな貧弱で脆弱で意志薄弱そうな子が私の運命の人だなんて。今ミレイさんを信じるよ。He's male。私はダークムーンシティのテーマーチーム、ナイトクローンの作用。よろしく。勘違いしないでよね。決まりね。それじゃあ七大魔王の居場所は私が占って、すべてはやるしかない。やるしかない。The irony of using the Demon Lord Digimon against Demon Lord Digimon. So end things off here. We will continue on next time. See you then.